つべー。うゆつべー。さて今日は2月のアプデで増えた新役職。光の使徒闇の化身銀色の影がメインの部屋構成。闇鍋について解説していくよ。闇鍋多いよね。9人部屋だと3分の1ぐらいは闇鍋だったかな。9人部屋の闇鍋の編成がこちら。光の使徒6人、闇の化身3人。変化した役職を本人だけに知らせるか、全員に知らせるか屋敷設定で選べるんだけど、見た部屋は全部本人だけだったね。みんなに知らせると正直人狼陣営めっちゃ不利だからね。そそそ対抗出たとこ釣ってけば終わりだからね。個人的におすすめはこの銀色の光入り10人部屋。銀色の光のみみんなにお知らせする部屋が多かったよ。その他は結構人狼側につく役職多いからね。そしてうつ主がハマってたのが、市民陣営が0から3、妖術師ギャンブル強人狼に、キュウビの狐、残り銀色の影の、銀鍋。ちょっとゾンビが不利なんだよね。なぜ不利かというとデフォルトのせい。ちなみに銀鍋は本人にしかお知らせしないのがほとんど。ここからは闇鍋のデフォルトについて。部屋を一度でも作ったことがある人なら知ってると思うけど、ここで細かい設定ができます。アプデでいくなったのがお墓の発言を完全に見せない設定ができたこと。そしてここからがちょっと難ありの闇鍋デフォルト。入ってない役職は何も設定できないのね。では人狼ジャッジメントヘルプを見ながら説明していくね。初日占いランダムしろ。連続ガードあり、逃亡しない死亡。小狐の霊能結果小狐である。独裁者の使用制限使用できる。新聞配達できる回数1回のみ。悪女が選べる手玉の数1人。ゾンビになるタイミングゾンビ死亡時。命がけの襲撃の回数1回のみ。一匹狼が認識できる範囲一部。魔女の薬2回。暗殺先の役職見えない。詩人が知らせる範囲全部。幸福の袋の回数1回のみ。貴族の息子の処刑代理選別選択。迷惑な狩人の道連れ全部。となっております。ちょっと変えてほしいなって思ってるとこあるんだよね。うん、それがこちら。1新聞配達の回数が1回、2命がけの襲撃が1回だけ、3ゾンビになるタイミングゾンビ死亡時、あと逆村の場合ランダムしろは困る。細かく設定できたならと思わなくもないけど、それだと普通の部屋と変わんないしね。闇鍋の設定を覚えておくと自分が語るとき破綻しないし、相手が破綻したら突っ込めるから強いよ。あと闇鍋をするときに覚えておくといいのが、一緒に使えない役職。簡単なのが魔女と恋人陣営、純愛者とテレパシストなど。これは解説しようと思ってヘルプ見たらめちゃややこしいので。うわ、小さいし思ってたより多い。なので行く部屋別で主なものを紹介していこうかなと。なるほど。まずは光の使徒闇の化身のみの部屋から。生きようと、怪盗、赤ずきん、魔女、蘇る人狼。怪盗と、生きよう、饒舌な狩人。饒舌な狩人は知らなかったね。あと語ることはないだろうけど、狼少年と狼少女も一緒に使えないよ。闇の化身使った逆村今は見かけないからな。続いて銀色の影入りの部屋の場合、生きようはさっきの、怪盗、赤ずきん、魔女、蘇る人狼プラス、純愛者、復讐者、テレパシスト、恋人陣営と、赤ずきん、魔女、蘇る人狼。恋人陣営いないとわかるからこの3役職になると嬉しいよね。ちょっとややこしいのが怪盗、魔女、生きよう、饒舌な狩人、悪女、純愛者、復讐者、テレパシスト。悪女はいないけどキューピッドがいてる可能性があるのね。うむ。魔女はもう今までに出てきた怪盗、生きよう、恋人陣営に加えて、ゾンビマニアも出てきません。魔女めっちゃいいな。主なものはこんなものです。怪盗、生きよう、魔女、赤ずきん、蘇る人狼だけでも覚えとくと便利な気がする。銀鍋はさっきの純愛者とテレパシストぐらいかな。銀鍋は逆が多いよね。サンタがいないとトナカイが入らない。ゾンビが入らないとマニアと博士が入らない。ヨーコ本体がいないとささやく廃墟者がいない。ってやつね。あ、悪女とキューピッドね一緒にならないの。それはわかるよ。もっと知りたい人は人狼ジャッジメントヘルプの役職について11をご覧ください。丸投げしたな。全部は無理。あとはやっていくうちに覚えます。実践大事。まあ私はやる時間がないんだけどね。やりたい部屋は集まり悪いからなかなか参加できないんだよね。すぐにゲームしたい方はスタヘボ。来週はゲーム動画上がります。それではご視聴ありがとうございました。またね。